胸こう、金叩きの歌合わせ。上半身裸である。胸こう、または胸叩き。胸叩きは、中世、近世の日本に存在した民族芸能、大道芸の一種であり、及び、それを行うものである。物乞いの一種であるとされ、歳末に上半身裸で胸を叩き、祝いことを叫ぶという角付けをして、金品を得た。一種の予宿芸能である。 冬の季語。胸公は、上半身裸の人物が、自らの手で、自らの胸を叩き、騒がしく叫びながら、民家等を巡り歩く、という芸能である。絵巻物と民族のご来獣によれば、室町時代、15世紀末の1494年に、編纂された、三十二番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、金叩きとともに、 胸叩たたきとして紹介され、粗末な編み傘をかぶり武将髭を生やし、上半身裸で地面に座り込む姿が描かれている。この歌合わせに乗せられた歌は、というもので、角付けで訪れる家々で、春マイラムとよしくして回る胸、甲を歌っている。ご来獣によれば、この時期の胸、甲は、本来の山伏の苦行であることが忘れられてしまっている段階である、という。 同歌合わせに描かれる腰につけた、容器状のものは、餌符号である。国史大辞典では、胸、甲、節気甲とイコールであるとし、日本国語大辞典では、節気甲の類としている。確かに、胸甲の唱える、祝いことに、節気甲があるが、節気甲の芸能者たちは皆覆面をしており、衣装、装束、人数編成等も大きく。日本国語大辞典によれば、胸甲は、 最末の物乞いの一種で胸を叩き、節気口と唱えながら角付けをし、金品を買うものであるとする。郷土次第時点も中世の胸口が戦国時代、江戸時代の節気口の前身であろうと記述している。節気口は金星になって登場したが、最末に上半身裸で胸を叩く胸口は金星になっても、 雪気候と並行して続いており、胸甲イコール雪気候の前進説は、胸甲の大道芸、正月に手を叩く、終元芸との混同ではないかという指摘もある。江戸時代に入り、胸甲の門付けは盛んに行われた。胸甲たちの芸の内から起きた俗用に、浮世甲がある。江戸時代にあって、浮世甲とは、網傘をかぶり線で表紙を取り、17世紀に現れた。 芸能集団、骨胸の先駆的形態が、胸甲である、とされる。骨胸となった者たちは、そもそも武士階級であった浪人であり、慶安年間に、町人階級に下げられた上で、非人当社、全七の支配下に入った。1871年、骨胸の名称は廃止となった。ありがとうございます。